はい、どうもちぃちゃんのやじえです。今回はですね、バラードですね、バラードでアルペジオ、やってみたいと思います。昭和の名曲を、3つほどやってみたいと思います。まあ、第1弾ですね。第1弾は、グッバイマイラブというやつをですねやってみたいと思います。アルペジオの弾き方はね、いろいろあるんですけど、まずね、タン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 、一番下まで行って折り返す、また折り返すときに、4本使う場合ですね。薬指まで行って親指、人差し指、中指、薬指で、また中指、4本使う場合と、中指が2回出てくるパターンと2つあるんですね。僕は薬指を使うパターンですね。で、タンラ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 ンっていうパターンと、チャラン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 、Cと Aマイナーですね。グッバイマイラブ。コードいっておきましょうか。 C と A マイナー、そして F ですね。 F で E マイナーで D マイナー、これぐらいですね。 E7 が入るかな。弾き方はさっき言ったようにですね、薬指を使うパターンと中指でやるパターンとあると。僕はね、適当に合わせてますね。でチョロロチャララを全部弾かないで、タンタンランランラン、こんな感じで弾いてます。はい、それではコードチェンジをゆっくりしながらアルペジオで行ってみたいと思いますね。パターンはこのドノタララと、ミックスしてありますのでね、行ってみたいと思います。グッバイマイラブのとこですね。グッバイマイラから C です。グッバイマイラ、この街角で出来替え、グッバイマイラ、歩いて行きましょう。あなたは右に、私は左に、ここですね。こうちょっと切り替えが早くなります。あなたは右に、私は左に、振り向いたら負けよ。Goodbye my love。ここで負けよ G です。G で引っ張っておいて、Goodbye my love ですね。C。もう一度抱いて。Goodbye my love。私の涙を。あなたの頬で拭いているのよ、泣き真似じゃないの。ここのとこはね、ベース音だけやっていくんですよ。あなたの頬で拭いているのよ、泣き真似じゃないわ。こういう感じですね。サビの方はまた、ないの、忘れんなで入ります。忘れないわ、あなたの声、優しい仕草。 C7 が入るかな。手のぬくもり、忘れないわ、口づけの時。ここから早くなります。そうよ、あなたの、あなたの、そうよ、あなたの、あなたの名前。全部弾いたらあなたの名前になるんだけど、ベース音だけで、名前、タララタララタララの名前ですね。ここだけかな。これでいけば2番も同じような感じですから、とにかく、コードチェンジの方をやると。で全部弾かなくてもいいですから、ベース音だけでいいですね。ここのベース音のとこだけかな、やってみてもらえたらいいと思いますね。いかがでしょうか。
はい、なんとなくできたらね、一応最初から最後までやってみたいと思いますので、ちょっとね、途中全部やるといつも言うんですが飽きるんで、ストロークも入れてもいいと思います、一応参考にためにやっていますので、皆さんも好きにアレンジしてくださいね、やってみたいと思います。Goodbye, my love, この街角で Goodbye, my love, 歩いて行きましょう。あなたは右に、私は左に、振り向いたら負けよ。 Goodbye, my love, もう一度抱いて Goodbye, my love,私の涙をあなたの頬で拭いているのよ。泣き真似じゃないの。忘れないわあなたの声、優しい仕草、手のぬくもり。忘れそうよ、あなたの、あなたの名前。 Goodbye, my love, 二人の恋が、Goodbye, my love, 真実ならば、いつかは会える、これが本当のさよならじゃないの。忘れないわ、あなたの声、優しい仕草、手のぬく。忘れないわ口づけの時、そうよあなたの、あなたの名前。もちろんあなたの、あなたの はい、こんな感じでやってみましたがね、いかがでしょうかね。もし気が合わなかったらカッポでやってもらったりとか、あと全部 C をこの G に変えたりとかね、男性の方、女性の方、気が合わなかったらこれ変えて、やり方は同じですから、コードが変わるだけで弾き方は変わります。G になったらこれ。こんな感じになるだけですからね。また練習してみてください。右手がちょっと難しいと思います。コツはね、全部同じ音程で弾かずに強弱をつける。タン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 。こんな感じでやってみたんですね。もし参考になりましたらいいねとかね、チャンネル登録してまた見てもらえたらと思います。次はあと2つやりますので、よかったらまた続いてみてください。 J チャンネルでしたね。また。